ネやターネックス、月光町などはいろいろな説があり、今回は最も有力な説を紹介します。ターネイガンダムの舞台となったのは、西暦2343年、宇宙世紀から約1万年後です。かつて、人類は、幾度にもわたる戦争を繰り返し、それにより地球環境に、壊滅的な打撃を与えてしまった。ターネイガンダムが、文明をリセットするため、月光町システムを発動させ、地球圏の文明を葬り去った。この最終戦争、アーマゲドンを説明します。かつて外宇宙へ旅立った、スペースノイドの一団、ニュータイプの、末裔たちが、建造、運用していたものが、何らかのトラブルかプログラムによって、地球圏へ流れ着いた。その機体を回収、解析した機体とされるのが後に、ターン X となるモビルスーツです。科学技術が頂点に、達した時代、突如、宇宙から流れ着いた未知の、機体は、当時の人類でも模倣するだけで、精一杯であるほどの驚異的な性能を、持つマシンであった。この未知の機体を、きっかけに、人類は自らよりも高度に、発展した地球外文明の、存在を否定できなくなり、それらの侵略を恐れ、未知の機体をもとに、一機のモビルスーツを建造し始めた。それが、ターネイガンダム。組織や国家ではなく、地球そのものを守護するという大義名分が、機体性能と開発コストの上限を完全に取り払ってしまった。もはや既存の兵器の枠組みを超越し、過去の伝説のモビルスーツの名を借り、ターネイガンダムと名付けられた。しかし、外宇宙からの侵略はいくつもの時を経てもなかった。それどころか、増えすぎてしまった人類の影響で地球環境そのものが危機に瀕していた。この状況を打破するために、人類は二つの陣営に分かれてしまう。一つは、文明をリセットし、歴史を書き直すことを提唱する者たち。もう一つは、科学技術で環境を回復させるという方法を行おうとする者たちである。話し合いは決裂し、最終戦争、アーマゲドンへ突入した。やってやる！やってやるぞ！外れた！強い！強すぎる！我らは負けん！我らには大義がある！見えん！奴の姿が見えんぞ！悪魔！奴は白い悪魔だ！このヒゲ、虫に取ってやる！おあんな奴と、どうやって戦えばいいんだ！なんだこいつのパワーは！この戦争は数百年続き、地球は滅亡寸前まで荒廃してしまう。しかし、突如、ターネイガンダム、ターン X、容器に備わっていた兵器、月光町が起動。地球圏の全文明を、
砂へ返し、戦争は終結した。この戦いの後、ターン A ガンダムは地球のマウンテンサイクルへ。ターン X は月のマウンテンサイクルへ埋葬され、歴史から姿を消した。ここで蹴りをつけようぜ。ターン X は外宇宙勢力では量産機なのではないか、とする説もあります。分離、合体機能がオールレンジ攻撃を中止したものではなく、破損した部位を素早く交換する、ダメージコントロールを目的としたものであれば、必要最小限のパーツ交換で済むことから量産機という仮説割にかなっている。さらに、もしターン A と同じくワンオフの、決戦兵器やそれに準ずる高性能機だった場合、漂流したまま放置するのは、極めて不自然である。ターン X は外宇宙勢力にとって、一気行方不明になったところで、大した損害ではなく捜索する必要も、ない、とすると量産機である可能性が、出てくる。我が世の春が来た！あんな奴と、どうやって戦えばいいんだ！